俺とパートナーを組んでほしいんです。パートナーね、いいよ。机の下で足伸ばしていじられてる時の顔してるやん。勇気が変なこと言うなよ。君のそういうところ見てると好きになっちゃいそうだよ。え、これでよしと。え、さーてと、これでちょっとは面白くなってきたかな。あー疲れた。今日は何食べよっかな。ナナ、ベルワンの1回戦って何やると思う？うん、伊藤先生の時は学園中にハムスターを話したりしたらしいぜ。懐かしい。そうなんだよそれ。そんなことしたら後で大変じゃねえの。大繁殖しそうやでな。だよな。先輩から聞いた話だからガセかも。いや、やったよ。ベルワンの話してる人もいるな。それにしてもみんな結構落ち着いてるな。ここが廃校になるかもっていうのに緊張感ない気がするな。お、エースだぜ。よ、エース、ベルワン頑張るよ。はい、頑張ります。ジョーカーと組むんだろ、期待してるぜ。あ、もう知ってるのか。ジョーカーさんと組むとやっぱみんな情報早いな。学内の SNS にもう載ってるぜ。あ、そういうことか。そうそう、あれ盛り上がったよな。結局一番倍率の低いところに来るとは。バカ、お前そりゃ黙っとけって。ん、ジョーカーがパートナーなら何とかしてくれるぜ。頑張れよ。ありがとう。倍率が低いってことはジョーカーさんを選ぶってみんな思ってたってことか。パートナーに選んだのが広まってる。なんかすごいな。でもそういうわけか。みんなが落ち着いていられるのはジョーカーさんがパートナーだってみんな知ってるからなんだな。やっぱりジョーカーさんにしてよかったかも。さてと、今日のメニューはどれも漏れなくカレーの匂いがしてるのは相変わらずだけど。朝日奈。あっ、さっきなんか電話してたよね。こんばんは、千葉さん。千葉さん、やめてよ。僕千葉さんのこと好きやからね。千葉さんのこと好きやからね。素直に千葉さんから声かけてくれるって珍しいな。ジョーカー様と組んでベルワンに出ると聞いた。はいはい。あれなんだろう、もしかして俺がジョーカーさんと組むのに不満なのかな。一つ聞く、お前にとってジョーカー様とはなんだ。まあ、ほんまにぶっちゃけ言ったらごめんなさい。いや、僕にとってはね。いやいや、でもジョーカーさんのトランプして結構楽しかったなと思うよ。いや、ジョーカーさん、いや、ジョーカー様は、うん、そうですね、まあまあ、あんま苦手かな。何ってこれは何か答えた方がいいよな。ジョーカーさんは俺にとってまだよくわからない。実はまだよくわからないんです。わからない。はい、ただ誰と組もうかって考えた時思いついたのがジョーカーさんだった。それだけです。これが今の正直な気持ちです。でも一緒にパートナーを組むことでもっとジョーカーさんのことを知ることができたらいいなって、そう思ってます。そうか。はい。自分はジョーカー様よりベルワン開催中はお前を警護するように言われている。警護？だから何か問題があったら自分に言え。警護ってどうしてですか？自分はそうジョーカー様に言われているだけだ。理由などは関係ない。ただ命令を全うするのみだ。なんかここから千葉先輩ルート行くのもありやでな。そうですか。ありがとうございます。じゃあ。怒ってるのかと思ったのに警護してくれるってちょっとびっくりした。そうだった、俺の腕章は盗まれたんだ。それも多分この学園の生徒の誰かに。つまり俺の行動を阻止したい人が生徒の中にいるってことだよな。ジョーカーさんが俺を警護しろって言ったのはそれを心配して。だからって警護はちょっと大げさすぎな気もするな。いや、この学園を信用はしたがよな。ん、何この曲、なんかあるんかな。うおー、
よし、やるぞ。大丈夫、パートナーはジョーカーさんなんだ。きっと勝てるよな。なんか今までで一番自信あるね。出題の傾向とか分かってるだろうし、それに何よりこの学園を仕切ってるデュラックのトップだもんな。絶対大丈夫。ああとは思うけど、やっぱ緊張するな。ダメだダメだ、まずは俺がちゃんとしないと。ジョーカーさんと一緒だからって当てにしてどうする。学園の未来は俺の肩にかかってるんだぞ。でも絶対負けられないよな。何一人でつぶやいてるんだい。あ、ジョーカーさん、今の聞いてました。うん、結構前から見てた。君が堂々巡りしてるのが面白くてさ。だってベルワンで負けたら廃校になっちゃうんですよ。責任重大じゃないですか。そうそうって、全校生徒の前で大見え切ったと思ったら今度はマイナス思考。悲観的なことばかり考えてるとそれが現実になっちゃうよ。というわけで君にいいものをあげよう。はい、これ。うわあ、綺麗な模様の入った木のストラップ。怖いよ。アルファベットの C、 それとも U、 これって何ですか。ベレスタって言ってね、白樺の皮で作ったロシアの工芸品だよ。その形はアルファベットじゃなくて馬の蹄につける蹄鉄をかたどったもの。蹄鉄？ヨーロッパだと魔除けや幸運のお守りとされてるんだ。本当でしょうね。幸運な君には必要ないかもしれないけど。いえ、そんなこと。というわけで君にあげる。本当ですか？ありがとうございます。そういえば前にも寮の食堂でハバネロの肉詰めくれたな。詰め物好きだから。あの時はひどい目にあったけど、ジョーカーさんって人に何かあげるのが好きなのかな。でもこうして気遣ってくれるのはすごく嬉しい。ジョーカーさん、ベルは絶対勝ちましょう。うん、気持ちは落ち着いた。はい、単純だな。このベレスタってたまたま持っていたって感じじゃないよな。俺を心配してわざわざ用意してくれたのかな。だとしたらその気持ちに応えないと。早速つけようっと。携帯よりベルトの方が肌身離さずって感じでいいかな。よそは盗聴器。どこでも君の好きなところに好きなようにつければいいよ。はい、それじゃあベルトだな。これでよし。さあ学校行きましょう。ゆうきくん、喜んでるところ水を差すわけじゃないんだけど。はい。このベレスタって U の字の形してるだろ。それは開いた方を上にしてると中に幸運を貯められるんだって。でも今の君の付け方だと逆さまだ。逆にすると幸運は逃げちゃって逆に不運になるって話もあるんだよ。え、ジョーカーさん、それ先に言っといてくださいよ。今ので俺の幸運が逃げちゃったらどうしよう。それはそれで面白いかも。ユウの向きにマイクついてるんやで。面白くなんかないですよ。笑い事じゃないですって。1回戦勝利しました。おお、やったやないか。ベルワングランプリ1回戦はあんたらの勝利や。2回戦は来週。今度の勝負は体力審査や。せいぜい気張って鍛えてきいや。ほな解散。なかなか面白かったね、ジョーカーさん。なんだい。1回戦をクリアできたのはジョーカーさんがパートナーになってくれたおかげです。だから心配しなくていいって言っただろ。始まる前は不安だったけど思ってたよりもあっさりクリアできた気がしますね。確かにあっさりだったね。まあでも思ってたより楽しめたかな。これ終わったらさ、このベルワンをアレンジして全校生徒でやろっか。あ、いいですね。生徒会とデュラック主催でやりましょう。学園が無事残れたらって話ですけどね。この調子なら楽勝だと思うけどな。ああ、でもこんなゲームみたいなので学園の運命が決まっちゃっていいのかな。いいんじゃない。楽に勝てるに越したことはないだろ。自分の強運のおかげだって思っとけば。そういうものでしょうか。とにかくゆうきくんは思う通りにやればいい。僕はそれに協力して楽しめればそれでいいからさ。はい、ありがとうございます。ジョーカーさんって
割とポジティブな人ですよね。そう？そうだと思いますよ。俺も相当ポジティブな方だと思ってたけど、ジョーカーさんはそれ以上かも。僕がポジティブね。お、いたいた。クーヤさん、高藤さんも。まずは1回戦の勝利おめでとうございます。うん、いい勝負だったぞ。ありがとうございます。次も俺頑張ります。わざわざそんなことを言いに来たの？僕がついてるんだから勝つのは当然だろ。せっかく2人とも勝利を称えてくれてるんですから、素直に受け取りましょうよ。ジョーカー、あなたなら今回の件も面白がるだろうとは思っていました。ですがエースと一緒にベルワンに参加までするとは予想外でした。またてっきりいつもの高みの見物で済ますのかと。そんな風に思われてたなんて心外だな。困ってる勇気くんを助けるのは当たり前だろ。ジョーカーさん、だって僕は可愛いエースくんの虜だからね。え、彼が頼むならたとえ火の中水の中どんなことでもしてあげるよ。それこそ彼が望むこと全部ね。ジョーカーさん、またまたそんな冗談言って。冗談なんかじゃないよ、本気の本気。だって初めて出会った瞬間から僕は君のこと。え、でも熱愛宣言だな。それでジョーカー、本音のところは？こんな面白いゲームめったにないからね。どうせなら観客席より当事者っていう特等席で楽しみたいでしょ。だそうですよ、朝日奈。愛されてるな。あですよね。ああ、驚いた。少し本気に仕掛けちゃったよ。ほんと、君は何でも信じちゃうんだね。かわいいな。もう、あんまり脅かさないでください。まあ、とりあえず、今日はお疲れ様、エース君。はい。それにハヤトもお疲れ。え、千葉さん？もう出てきていいよ。はい、ここに。そこにいたんですか？気がつかなかった？ずっと前からいたよ。全然わかりませんでした。驚いた。またジョーカーさんに驚かされたよ。で、ハヤト、どうだった？はい、ジョーカー様に決定されていたとおりでした。ダメと。なんて？ジョーカー様の懸念していた通りでした。ターゲットも？うん、やっぱりね。やっぱりってどういうことだろう。エース君。はい。2回戦もよろしくね。はい、よろしくお願いします。じゃ、僕は行くから。あ、行くよ、ハヤト。はい。ちょっと、ジョーカーさん。ちょっと、何があったんだろう。見事だな、ユキ。見事って1回戦突破したことですか？それもあるな。それだけじゃないぞ、あのジョーカーと随分仲良くなったじゃないか。さすがは勇気だ。俺たち生徒会にクラスメイト、そしてジョーカー、勇気の友達はたくさんだな。うん、いい、すごくいいことだぞ。クーヤの言う通りです。私も感服しました。加藤さんまでそんな。本心からそう思っています。アーは言っていましたが、ジョーカーなら高みの見物を決め込む可能性は十分ありました。このように直接参加してくるのは少々予想の範囲外でしたから。そうですか。でもジョーカーさんすごかったんですよ。1回戦ではすごく力になってくれました。よかったな、ユキ。はい。確かにジョーカーが協力する気でいるうちはベルワンも勝ち進められるでしょう。ですが彼は何を考えているか分かりません。高藤さん、彼はジョーカー、その名が示す通りワイルドカードのような存在です。気分次第で敵にも味方にもなり得るでしょう。気をつけてください。彼は内心何か企んでいるのかもしれません。え、でもそんなことは。ジョーカーに頼りきらないことも大切だということです。でもそれは。勇気はどう思う？君から見たジョーカーはどんなやつだい？ジョーカーさんってちょっと何を考えてるのかわからないとこはあるけど、俺を騙すようなことはないと思います。多分というか、そんなことないと思いたい。そうか。はい。でも。でも？いえ、何でもないです。
確かにジョーカーさんのことよくわからないままでいるのっていいのかな。6月9日。平和だ。6月9日ってカズキの誕生日じゃなかったっけ。ベルワン1回戦から1週間か。あれから何もなしで1週間。平和だ。敵対する生徒がいるかもしれないからってジョーカーさんが千葉さんを護衛につけてくれたけど、特に危ないこともなし、平和なのはいいんだけど、これで本当にいいのかな。ここが廃校になるかもって大変な時なのに、みんないつも通り落ち着いて見える。一回戦が楽勝だったのもあるけど、やっぱり一番の理由はジョーカーさんがパートナーだってことが理由だろうな。でもみんなもうちょっと危機感を持った方がいいような気がするけど、まずは俺がしっかりしないとな。よし、二回戦の対策をジョーカーさんだって当てるぞ。さてと、ジョーカーさんいるかな。こんにちは、朝比奈です。どうぞ。こんにちは。あれ、園田さん一人ですか。うん、キヨもハヤトも来てないけど。そうですか。キヨに用事。はい、ベルワンの2回戦について何か準備した方がいいのかなと思って。だけど空振りだったわけか。はい。それで1回戦の感想はどうだった。さすがジョーカーさんですね、楽勝でした。本当はもっと苦戦するかもと思ってたんですけど、困った時はジョーカーさんが答えてくれてすごく頼りになりました。1回戦を勝てたのはジョーカーさんのおかげです。ふん。俺、腕章が盗まれてここが廃校になるって言われてからずっと不安で、正直言うと俺一人の力じゃベルワンを勝てる自信はなかったんです。でもジョーカーさんが協力してくれるならこの学園を守れるかもって今はそう思えるんです。へえ、そうなんだ。随分とキヨのこと買ってるんだね。はい。それです、君はキヨのことどのくらい知ってるんだい。え、ジョーカーさんのことって、うん、実はあんまり知らないです。初めて会った時はいきなり銃を突きつけられて怖いって思ったこともあったけど、サプライズをして人を楽しませるタイプの人なんだって分かったし、今回だって俺のためにいろいろ協力してくれてるんですよ。例えばどんな。ベルワンが決まった後、不安だった俺を気遣ってお守りをくれたんです。お守り。はい、蹄鉄の形をしたベレスタで幸運のお守りなんだそうです。それに腕章を盗んだ人が俺に危害を加えないように千葉さんを護衛につけてくれたんです。生徒会で元エースを追い出したって話を聞いた時は非情な人なのかなって誤解してました。でもベルワンを組んでみた今ならとってもいい人なんだなって思います。いい人。キヨが。はい。本当に。はい。君はさ、キヨの君に対する言葉や行動がただの善意からだと思う。え、どういうことですか。キヨはこの学園がどうなると構わないって思ってるけど、君はそれでもキヨを信用するのかい。そのことは知ってます。組む時にジョーカーさんにもはっきり言われました。ベルワンもこの学園がどうなるかも自分にとってはどうでもいいことだって。それなのになぜキヨが君と組んで君に親切にするのか疑問には思わなかった。それは何か意図があるんじゃないかって思うのが普通だと思うけど、例えば君に協力するメリットが別なところにあるとか、君を利用して何かをしようとしてる。なんなんさっきから。それってジョーカーさんが俺を騙してるってことですか。キヨの性格を考えたらその方が自然だと俺には思えるけど。でもジョーカーさんは俺と一緒にベルワンに出てくれてます。1回戦でもちゃんと俺のことを助けてくれました。あの時俺を騙してたとか何か企んでたとは思えません。だから俺はジョーカーさんを信頼してます。信頼か。キヨには一番縁遠い言葉だな。そんなこと。園田さんってジョーカーさんと仲いいんじゃないんですか。まあね、だからこそあいつが他人を巧妙に騙す技に長けてるってことも知ってる。それだけじゃない、ハヤトのことだってそうだ。ハヤトはキヨのためならどんなことだってするってこと。
君だって見てればわかるだろ。それは、はい。ハヤトはちょっと尋常じゃないレベルでキヨに心酔してるからさ。キヨの命令なら善悪なんか関係なく平然と実行するだろうな。ありえないことじゃなさそうですけど。君はさっきキヨがハヤトを護衛につけてくれたって言ったけど、果たしてハヤトは本当に君を護衛してると思う？あ、もしかしたらハヤトが君のそばにいるのは監視するためかもしれない。監視？そういえば前に俺の一日をぴったり言い当てられたことがあったけど。思い当たる節でもあった。そもそもキヨはなぜ生徒会とは別にデュラックを作ったと思う？ジョーカーさんなりに学園の自治に思うところがあったからとか。まさか君だってキヨが学園の存続云々に興味ないって話聞いたんだろ。これまでだってキヨはこの学園をより良くするなんて考えたことはない。あいつはただ自分が楽しめるかどうかで判断してるだけだって。でも以前生徒会に勝負を仕掛けて手ひどく負かして元エースを逃げ出させた。その張本人はキヨだ。それは君だって知ってるだろ。はい。それでも君は本当に彼を信頼できると言える？いや、でも元生徒会長結構アレな人だったんでね。ほんの少し協力してくれただけなのにそれでも全く疑う余地がないと思えるかい？それは、その、俺は何これ、信じます。もし騙されてたなら俺の責任もし騙されていたとしてもそれで構いません。しおらしいぜ。パートナーに選んだ俺の責任ですから。じゃあキヨが君を利用していても構わないんだ？本当にそうだとしたら悲しいですけど、でも俺はジョーカーさんを信じると決めて選んだんですから。もしそのせいで学園やみんなに迷惑がかかったとしたらそれは俺の責任です。キヨのせいじゃないって？はい。へえ、そこまで考えてるんだ。当たり前ですよ。だって俺はこの BL 学園の生徒会長なんですから。ベルワンが決まってからいっぱい考えたんです。この BL 学園の生徒の中で誰が一番学園の命運をかけるのにふさわしい人だろうかって。どれ、途中やけどやっぱジョーカーさんルートって面白いな。それがキヨだったんだ。そう思って俺はジョーカーさんを選びました。結果的にこの決断が失敗だったとしてもその責任を負うくらいの覚悟はあるつもりです。そっか、それなりの心づもりはあるんだ。はい。なるほど。君ってさ、これまでいい人たちに囲まれてきただろう。はい。即答か。すごいな。まあそれがあっての君の強運なのかもしれないけど、たださ、俺に言わせると人ってそんな簡単に信用できるもの。そうださ、なんかあったんだったら相談してくださいよ。それからさっきから信用なんて言葉はそんなに簡単に使うべきじゃない。いいよね、信用されるのも苦痛っていう言葉があるよね。俺はそう思う。でも俺はそれキヨからもらったんだろ。え、君がつけてる木の飾り、このベレスタのことですか？幸運のお守りと、あと魔除けにもなるからって。魔除けね、物は言いようだな。ちょっとそれ貸して。え、あ、はい。よく見てみなよ、これ何？横にスライドするようになってる。何？あ、中になんか機械っぽいものが。 GPS か盗聴器ってとこか。いやーいや、でももういやこれでもさっきの考えは変わらない。いや、もう知ってたよそれは。朝日奈くんが気づいてなかっただけで。言ったろ、人ってそんなに簡単に信用できるものじゃないって。てか園田さん、もう全部、じゃあいいかな、今まで全部聞かれてるんじゃん。だから俺はお金しか信用しない。どうした？だってお金は人と違って裏切らないからさ。園田さん絶対なんかあるやん。はあ、まあこれは俺の考えだからさ、このことをどう受け取るかは君次第。最終的に判断するのも君、そしてこの BL 学園の命運を握ってるのも君だ。だから
君の好きにする。いや、そのださ、面白い男すぎるだろう。はい。ああ、そうだ。君、キヨに会いに来たんだっけ？あ、はい。キヨは職員室に行くって言ってたから、行ってみたら。怒られてるじゃん。ありがとうございます。行ってみます。それじゃあ、失礼し。ああ、そうだ。最後に一つ忠告。僕でもここで園田さんにキスされたら園田さん若干好きになる自信あるわ。はい。キヨの目には気をつけた方がいい。それどういう意味ですか？あとは自分で考えなって。ほら、言った言った。はい。絶対車輪ガンやん。楽しすぎるやろ。高藤さんだけじゃなく園田さんにも言われるとは。あんなジョーカーさんを否定するようなこと。まだ高藤さんは生徒会だからわかる。だけど園田さんまで言うとは思わなかったな。二人は親友みたいに見えるのに。でもジョーカーさんにもらったベレスタには驚いたな。盗聴器か GPS かもしれないって。あの、もしもし、ジョーカーさん聞こえてますか？これって盗聴器なんですか？って言ったところでどうにもならないか。それにしても園田さん、なんでこれに気づいたんだろう。それに俺を試すようなこと聞いてきたし、うん、考えてもわかんないや。なんかでも全て含めてジョーカーさんの、あそこにいるのは計画な気もしてくるような。ジョーカーさんと榊先生、園田さんがあの教えるっていうのを含めて二人で何話してるんだろう。榊先生と二人きりって。榊先生は副理事で理事会側の人間なのに。もしかしたら隼人が君のそばにいるのは監視するためかもしれない。そもそもキヨはなぜ生徒会とは別にデュラックを作ったと思う？ GPS か盗聴器ってとこかな。ジョーカーさん、まさか。いやいや、俺のバカ、何考えてるんだよ。さっき園田さんにジョーカーさんを信じるって言ったばかりじゃないか。なのにこんなこと考えちゃうなんて。榊先生が離れていく。職員室に戻るみたいだ。話は終わったのかな。ジョーカーさん、こっち来る。どっか隠れるところに。はい、そこの盗み聞きエース君。いや、あなたに言われたくないですよ。ジョーカーさん。もしもこれが盗聴器だったらね。何？言い訳？盗み聞きなんかしてません。俺はただ、ジョーカーさんを探してただけで。ふーん。僕を探してた。ねえ。ゆうき、その顔は何や。じゃあ。なんで逃げようとしたの？それはなんか見ちゃいけないところだったような気がしたからで。なるほど。もしかして君は敵であるはずの榊副理事と僕が相引きしてるのを見て味方のふりをして理事会側と通じてたスパイだとか思っちゃったんじゃないの？図星かな。それは僕そこまで思ってないんやけどな。ちょっと待って。なんかブレザーの中に手入れてない？この人大丈夫？そんなことは思ってません。少し想像しちゃいました。ちょっと見てみ、見てみ、見ていき。嘘やろこれ。少し想像しちゃいましたらしい。まあこれはなんか正直に答えるみたいな意味だから、全然そんなこと思ってないけどな。すみません、実はジョーカーさんが言う通り少し想像しちゃいました。ジョーカーさんを疑うようなこと。そうなんだ。はい。でも半信半疑だっただけでスパイだとかまでは思ってません。今もここに来たばかりで二人が一緒にいるのを見てびっくりしたっていうか。そういうことやんな。君って正直だね。問い詰められたからって適当なことを言ってごまかせばいいのに。それはま、ゆうきくんのそういう風にバカ正直に白状しちゃうところ僕は結構好きだな。そういうの嫌いじゃない。君が僕を疑うこと自体は別に構わないよ。むしろ君はもっと全てを疑うくらいの気持ちを常に持つべきだと思う。君も知っての通り僕は必要とあらば状況に応じていくらでも嘘をつく。実際怪しまれるような行動をしてた自覚もあるしね。だから疑いたければどうぞ。
そうですか。じゃあジョーカーさんはさっき榊先生と何の話をしてたんですか？それは君には言えないな。秘密ってことですか？やっぱり教えてくれないのか。パートナーになったから少しは近づけた気がしてたのに。あのベルワンのパートナーになった今でも俺はジョーカーさんのことを詳しく知ってるわけじゃありません。でもそんな風に言われるとやっぱり不安になってしまいます。ジョーカーさんってこの学園の命運には興味ないって言ってましたよね。うん、ない、全く。それでもジョーカーさんは俺に協力してくれてます。それってどうしてですか？面白そうって理由だけじゃいまいち納得できません。ユウキ君誘導してない？そうだな、単純にユウキ君のことをもっと深く知りたいからってのは理由にならない？そんな取ってつけたようなのじゃ信じられません。ユウキ、それじゃもっと簡単に言うと、ああほらもうユウキ、お前今のお前が悪いぞ。さすがにだってもう自分からさキスさせようとしに行ってたやん。さすがにさすがに曲止まってるやん。ごめん、ちょっと待って、あのちゃんと見よっか、その触れるシーンをちゃんと見よう。もっと簡単に言うと、うん、どうぞ続けて。今ワンタッチキスミーやん。続けろよ。何、うん、ワンフレームやんけ。今何を。何ってキスだけど。キス、こっちは初めてやねんぞ。つまりこういうこと。こういうことって、そんなの俺にはさっぱりわかりません。動揺してる？こんなことされたらするに決まってるじゃないですか。ふん、いい、ユウキ君、僕は君に興味がある。君はいつも僕の予想外の行動をとって、予想外の事象で僕を楽しませてくれる。だから僕は君に興味を持った。君という人間を知れば知るほど、その一挙手一投足が、ビスキュキュしようとしくこの言葉大好きやね。それこそ毎日、いや四六時中眺めていたいくらいに君のことが気になってるんだ。これってもう恋だと思わない？いや飽きないでくれるならね。恋？うん、冗談ですよね、いつものジョーカーさん流の。そう思う？だってジョーカーさんいつも本気かどうかわからない冗談言うじゃないですか。それにさっきだって言ったじゃないですか、必要とあれば嘘をつくって。だから僕が君に嘘をついてるって。寂しいな、僕の言葉ってそんなに信用ないんだ。だったら行動で示しちゃおう。はい、どうしよう、さっきの軽いキスと違う。そうやね、さっきは軽いキスだったもんね。ジョーカーさんの雰囲気も。あ？あ？おい許してるやん、口が。もっと積極的で情熱的だ。恥ずかしいな、久しぶりにこれ読むの恥ずかしい文章やわ。こんなとろけそうなキスされるなんて恥ずかしいよこれ。ダメです。ダメです。なんでだってこんなこと誰か来たら。
のさ、キスしてる最中に喋るのだけはほんまにやめてほしい、僕それにさっきから俺の体に触れてるジョーカーさんの手が、そうやね、初めから触れてたもんね。興奮してきた。そんなわけない。本当にそんな風には思えないけどな。君みたいな子ってこれまでこの学園にいなかったんだよね。だから僕久々に興奮してるんだ。そんなに抵抗しないでよ。キスされてる時はもっとおとなしくしてるものだよ。だって俺に触れた手が、ジョーカーさん。ん？なーに？こんなの恋なんかじゃ、きっと俺が平凡で珍しいから引っかかってるだけじゃないんですか？そんなことないよ。君は特別。とびきりにね。それに単なる興味で恋愛を始めちゃいけないってことはないと思うけどな。でもこれは、触れたところが熱い。これはジョーカーさんの熱、それとも俺の。それに僕って好きなものは先に食べるタイプなんだよね。聞いてないよそんなの。どういうこと、どういうことだから何よ。ダメだ、もうこのままじゃ俺変な感じに、なんとかして逃げなくちゃ。なんでこんなこと。なんで？君が好きだから。だって君僕の言葉だけじゃ信じてくれないからさ。まあね。だからってこんなのは。僕を信じてくれないんだ。だってこんなの恋とかそういうのじゃないと思うから。そうかな。恋愛を始めちゃいけないなんてことはないと思うけど。でもこだわるな。それとも本音は別のところにあるのかな。あ、もしかして君って相手の性別にとことんこだわるタイプ？それははっきり否定しないってことはなしってわけでもないんだ。そういう冗談、俺は好きじゃないんですけど。違う違う違う、だってこれまでいろんな人とやってるやんか、さすがに。だってそうじゃん。そんな朝日なんか否定できんよ。それは冗談だと思う？はい。じゃあもう一度はっきり言ってあげる。ゆうきくん、僕は君が好きだよ。かわいいね。顔が真っ赤になってる。だってそんな顔してこんな間近で言われたら。そのどうしたの。俺なんて言えばいいのか、どんな顔したらいいのかわからなくなる。じゃあ言葉はいらないね。うん。ドスケベやな。ジョーカーさんの唇すごく熱い。でもそれだけじゃなくてすごく優しい。ずっとこうしていたくなるような。嘘や
騙すためにしているようにはとても見えないけど、うんうん、俺を好きって言葉信じてもいいのかな。今度は抵抗しなかったね。ってことはゆうきくんもまんざらでもないって思ってくれてるのかな。ねえ、君は僕のことどう思ってるんだい？いえ、そんなまんざらとか好きとかそんなんじゃなくて。じゃあ何？そういうのって俺初めてで、なんかどうしたらいいかわからなくて。僕とのキスの味はどうだった？味ってどうだったというか、嫌ではなかったというか、むしろ気持ちよかった。そんなこと言ってな。ジョーカー様。ああびっくりした、びっくりした。見てた。なんだ千葉さん、いつからそこに？今来たところだ。どうした？顔が赤いぞ。風邪か？気づいてない。なんでもありません。そうか、おかしなやつだ。ジョーカー様、例の件ですが。うん、わかった。じゃあゆうきくん、僕は行かなきゃ。またね。はい。行くよハヤト。はい。行っちゃった。いや面白かったね。なんか長かったね今の。何なんだよこれまでの人に比べて。ジョーカーさん、あんな平然とした顔して俺にキスを。もう何なんだよ。ジョーカーさんにキスされた、それだけでも驚きだったのに、あんな流されるみたいな感じになっちゃって、男にキスされたのに嫌じゃなかったというか、むしろ嬉しかったっていうか、むしろ気持ちよかったとかいうか。じゃなくて。いや。多分びっくりしすぎたからだよな。いきなりキスなんかされて、恋とか好きとか言われて、それで流されただけだよ。うん。どうした？もう一丁番送り刺さるやつやめてよ。もうこういうのほんまに無理やねんって。もういや、久しぶりこの感覚。学園ヘブン2ではなかったんやけどな。いや待って、違うねん。ちょ、一回カレー食べよう。カレー食べて浄化しよう。ごめん。いや、浄化さんもよかったけど。どうした、ユキ？とも、おかけも。珍しいな、お前が食堂でぼんやりしてるなんて。いや、僕やっぱりトモが一番好きやから、ほんまやて。これだけは信じてほしい、みんな。僕、トモが一番好きやから、これだけはほんまに揺るぎないから、何がこれからあっても、園田さんがと言っても、絶対涼花とのこと好きやから、これだけ誓わせて。園田さんには悪いけど。そうか。確かに食堂での君のテンションは、普段より3割増しで上がる傾向にある。何かあったのか？は？何か？なんでもないって。じゃ一回あのトモ勇気にキスしたってくれんけんかな。あのちょっと上書き。とても何でもないようには見えないな。うんうん、怪しすぎるぞ朝比奈くん。何があったか白状したまえ。だから何でもないって。慌てるところがさらに怪しい。なるほど、わかったぞ。あ、オーカスポーカスのことを知って今さら慌てているのだな。オーカスポーカス、何それ。僕に対する悪口に普通に聞こえるんやけど。しらばっくれてはいけないぞ。オーカスポーカス、デュラック主催のソーシャルサイトに決まってるではないか。ソーシャルって確かジョーカーさんがやってるっていう生徒専用の SNS だっけ？その通り。初めはジョーカーの発案のオンラインネットカジノから始まったんだが、開発に携わったギークたちによってゲームやコミュニケーションツールが続々と追加されていったのだ。今や学内の情報収集やコミュニケーションツールとして非常に役に立っているのだよ。
デュラックからの招待制とはいえ、学内のほとんどの人が利用しているぞ。で、そのフォーカスポーカスと俺と何か関係あるのか？関係？君はそれすら知らないのか？え、だって俺招待されたことないけど。お前は生徒会だから仕方がないんじゃないか。君のベルワンでの動向がネットカジノ内の賭けの対象として盛り上がっているのだ。ま、賭けといってもフォーカスポーカス内でのみ使える仮想マネーだ。賭け？そんなの初耳だよ。うん、どうやら本当に知らないんだな。勇気は賭けの対象だから知られないようにしてたんじゃないか。友は知ってたのか？いいや。笠原君、君はフォーカスポーカスの掲示板を見ていないのかい？もしかして友も招待されてないとか？入学してすぐに誰かから招待メールもらったような気はするけど、めんどくさくて何もしてない。なんだって？今やこの学園で生活する上で必然とも言えるサイトだというのに。あの、俺も入ってないんですけど。別に見なくても困らないだろう。なんかそういうの面倒だし、そういうのはやりたいやつだけやればいいんだ。そんなところを見る時間があるなら俺は寝ていたい。友らしいな。まったく君たちはなんともったいないんだ。久しぶりの栄養補給だな。学園での話や授業の対策まで有益な情報がたくさん得られるというのに。でもいいな、ただでゲームとかやれるんだろ。お前が生徒会長である限りは諦めた方がいいんじゃないか。朝比奈君なら招待メールをもらっていても不思議ではないと思ったのだが、最近廃校騒ぎもあって生徒会とデュラックの距離は縮まったように見える。うん、だが今のようにジョーカーと協力体制になったのなら招待されても不思議はないんだが。確かにそれもそうだな。もしかしたら運の強すぎる君にカジノを荒らされると思っているのかもしれない。まさか。じゃあさ、その掲示板を見てない俺たちに何が書かれてたのか教えてくれよ。よくぞ聞いてくれた。唯一事情を知っている僕が君たち二人に説明してあげよう。そこまで偉そうにするほどのことでもないだろう。今回は君のあらゆる選択にオッズが決められているんだ。朝比奈君が誰とペアを組むのか、一回戦はどのような勝負なのか、結果とその得点率は何パーセントかなどなど、あらゆる状況について細かくオッズがついているのだよ。俺の知らないところでそんなことに。なんだかな、今はこの BL 学園を最大の危機が襲ってるっていうのに、そんなことで盛り上がるなんて。ムカつくか？いや、なんか悠長だなって呆れてる。もしかしてジョーカーさんはこの賭けがあったから俺と組んでくれたのかな。いや、まさかな。もともとこの学園の生徒はお祭り好きが多い。何よりジョーカーが一番お祭り好きだ。だからではないのか。まああの人らしいよな。そういうジョーカーの遊び心でみんなの不安感をごまかせてるなら俺はありだと思うけど。なるほど。本当のところは他の生徒たちは単にやけくそで楽しんでるだけかもしれないけどな。どっちにしてもジョーカーの考えてることは俺たちにはわからないさ。あの人の考え方って俺たち一般生徒とはちょっと別事件っぽいしな。そうだな。どこまでが本気で冗談かわからない人相手に考えても仕方ないだろう。ま、あの人が楽しんでる限りはこの学園も楽しく回るさ。それどういう意味？どういう意味って、おかげ説明は任せた。うん、そのなんだ、僕も直接この目で見たわけではないのだ。あくまで友達の友達から聞いた噂なんだが、うん、ジョーカーさんが楽しめない、それはすなわち彼の逆鱗に触れるということだ。そんな事態になるとどうなるか。何かあったのか？それは2年生以上の生徒のみが知っているらしい。いくら尋ねても誰もそのことについて口を開こうとしないのだよ。ただ推測されるのは相当に恐ろしいことになるのではないかと。この学園から、いや、その存在そのものを消されてしまうのではないかと。ああ、いやいや、それはないだろう。
もはや都市伝説になってるぞ。ねえ、なに楽しそうな話してるの？ジョーカーさん。あの今の話聞こえてましたか？ううん、でも随分楽しそうだったね。僕も混ぜてくれないかな。いえ、そんなジョーカーさんにお聞かせするような話では。ジョーカーさん、何かご用ですか？ああ、そうだった、ゆうきくんに話があったんだ。はい、何でしょう？ちょっと耳貸して。何ですか？君をデートに誘おうと思って。近いな。デート？うん、互いの仲を深めるにはいいだろう。深める？それってどういう？今週末は空いてる？別にこれといって特には。じゃあ決まり。決まりって？詳しくは後でメールするから。じゃあね。そんな一方的な。すっかりジョーカーと仲良くなったんだな。違うんです。仲良くって、そんな一緒に出かけるからって、そんな深い意味は。へえ、一緒に出かけるのか。あ、いや、うん、そうなんだ。いや、君も大したものだ。彼がデュラック以外の生徒を誘うなど、この学園では初めてじゃないのか？よほど君のことを気に入っているのだな。うんうん。あれはその、ジョーカーさんはきっと俺の反応を見て楽しんでるだけで。そう、仲がいいとかそういうのじゃ全然ないから。誘われたからってデートとかそんなんじゃないからな。当たり前だろう、男同士なんだから。そんなこと思わないって。え？あ、そうだよな。ユウキ、なんでそんなに動揺してるんだ？なんでもないって。どっちにしても仲良くできてるのはいいことじゃないか。うん、そうだな。しまった、別に友達が気づいてないのに動揺しすぎちゃったよ。これもみんなさっきジョーカーさんがあんなことするから。しかもデートって、あの人どこまで本気なんだろう。それとも全部冗談なのかな。はあ、さっきは焦った。本当にジョーカーさんからメールだ。待ち合わせ場所と時間の連絡だ。やっぱり冗談じゃなかったんだな。学外か、デートって言い方してるけど単に出かけるだけだよな。きっと俺が変に照れたりするから面白がってるだけだよ。わざとデートなんて言ったり俺にキスしたりしたのもきっとそうだ。うん、そうだ、あれは絶対ジョーカーさんなりの冗談。どんな冗談やね。他に意味なんてないはずだ。多分きっと、だいたい俺は男なんだから。変に反応したりちょっと変な気分になったりしたのはきっと驚いただけだ。あの独特なジョーカーさんの雰囲気に飲まれただけで、恋愛とか違うに決まってる。でも俺キスされたんだよな。あのせいで体が熱くなって頭がぼーっとして。ああ、バカバカ、俺何意識してるんだよ。忘れろ、こんなの忘れろ。意識しちゃダメだって。落ち着け、俺落ち着け。6月11日日曜日ってことはデートかな。